混声大明神。お、これは。はい、始まりました。スピチューブ、山の中に来てます。ゴールデンウィークということで、大丈夫かなこの髪の毛。まあ今日日曜日なんですけど、この撮影の日がね。まあその土曜日ね、ちょっとイベントがあったんで、もう、ね、帰ってバーッともうね、シャンプーしてそのまま放置で寝たんで、このね髪の毛が結構チリチリになって、はい、もうなんか下の毛みたいになってますけどね。はい、いうわけで今日は、今日来たところは、はい、混声大明神ですかね。もうね、知ってる人は知っとるとは思うんですけど、これなんですよね。もうこの形を見たらなんかっていうね、はい、わかりますよね、この場所がどういう場所かという、はい、いう感じでちょっとね登っていこうかなと思ってます。はい、ね、だいぶ昔にもね、スピチューブ始めてから、まあ、1年も経たない間にここに1回ね、スピちゃんと来たんですけど、この辺りがね真っ暗で、ちょっとね画質的にもあんま良くない感じで撮ったんですよね。なんで今回ね、今2時ぐらいなんですけど、ちょっとねこの明るいうちに撮ってみようかなと思います。桜が散った跡がありますね。こう見ても桜は見えないですけど、多分かなり上に桜の木がありますね。もうね、そろそろ目的地というか見ていこうかなと思います。でもこれいろんな人が触るんでしょうね。なんかその感じが全然違うんで、立派な像というか、結構補修箇所もあるんで、もしかしたら前こういうのなかったんで、ね、倒れたりしたんですかね。はい、いうわけで進んでいきます。よいしょ、よいしょ、登ってきております。治ってますね。前回来た時、この女の象の首がちぎれて倒れとったんですけどね。何あれ、首？え、首？あらま、これもなんか死んで、うわ、びっくりした。なんか動いてるような動いてるように見えた。動いてるように見えたし、ね、あ、やっぱ絶対なんかあるな、ここ。ここはなんかありそうですね。この植木も、ね、象徴的な形になってますね。お、これはちょ、え、これ水入れ、これはやばいですね。スピチューブ、今日はね、混声大明神に行ってきました。
ちょっとねオチがないですけどね、もう最初結構ねインパクトが強すぎてね、どうオチの作りようがねこれないんで、ね、このねゴールデンウィークが終わればちょっと頑張ればもう夏がやってきますからね、暑い夏が、はい、まあ、今日は泣いてないですけど、もう春ゼミとかね泣いてたりするというか泣いてたんでね、はい、もうそろそろ夏の準備もねした方がいいかなと思ったんですけど、まだね山の中は寒いです。特にねこれからアウトドアシーズンだと思うんですけど、はい、まあハイキングというか登山とか ね別に薄着とかでもいいんですけど、ちゃんとねこういうジャケット持ってね安全管理して、アウトドア、などをね楽しんでください。というわけで終わります。ビチューブありがとうございました。はい、ちょっと帰って直しますこれ。はい、それではまた。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。